はい、皆さんおはようございます。安弘です。久しぶりですね。今日は、3月の27日月曜日朝の6時50分です。皆さんがね、集まる前に撮影したいと思って、この時間に来ました。桜がね、綺麗に咲いております。それではね、久しぶりに、スコーピオン発進。久しぶりに撮影するんで、カメラワークの中で撮影するのがね非常に難しいっていう感じですかね。まずは定常沿線会、キャンバー角がねちょっとつけすぎてるんですけど、しまった調整すればよかったと思ったところなんですけど、もう遅いよってね、持ってきた何も持ってきてなかったからね。S字いきます。フロントのキャンバーつけすぎてるんで壊れてるわけじゃないですよ。直していけばよかったなと思ってね。ちょっと桜の下に、行きたいと思います。絵になるね。スコーピオンと桜の木でね、枝っていうかね、根っこがあるんで根っこに触らないようにね、走らせております。どこ行ってんだよっていう感じだけどね。やっぱここで走らせる方が一番絵になるなっていう感じですかね。あらよーってな感じでね。スコーピオンですが、あれだけ走らせただけでもうこんなにドロドロになっちゃいました。いやー、ここまで汚れるとは思わなかった。そういうわけでね、久しぶりの、スコーピオン、発進だったんですけど、これで、終了です。お疲れ様でした。さようなら。